こんにちは、のり太郎です。今回の動画ではネットなどで見つけたコインがどのような状態なのかをよく理解し、劣悪品を買ってしまわないためにグレーディングの結果の読み方についてのお話をしたいと思います。私はコイン投資を始めたばかりですが、コイン投資をいざ始めてみるといろいろと気づいた点がありましたので、重要だと思ったことについては発信しております。今回の動画ですが、鑑定済みのスラブコインですね、こういった、スラブ入りのコインについて、この上側にはですね、ちょっとアップします。どのようなコインなのかという情報が書いてあります。この情報をよく見ずに買ってしまうと、後で売れないコインをつかまされることになりますので、細かいところまでよくわかるように動画を作ってみました。で、今回の内容は以上の5つになります。まず1番、数字の見方と意味。2番、状態表記。3番、古代コインの見方。4番、洗ったり磨いたらダメ。5番、具体例というようなお話をしたいと思います。それではまず1番目の数字の見方と意味のところに参ります。スラブに書いてある情報の中で皆様がよく見るところがこの数字の部分だと思います。ここで言うと69グレードということだと思いますが、70が最高グレード、69グレードがその下のグレードということは、よくご存知なことだと思います。で、今回はそれより下のグレードですね。特に古代コインとかアンティークコイン、100年以上前のコインとなりますと、70というのはほぼほぼありませんで、下のグレードがどういう意味合いを持つかというお話をしたいと思います。そもそも70段階のグレーディングというのは、アメリカの2大鑑定会社 PCGS と NGC が共に採用している基準です。そしてざっくりですが、アンティークコインでいうと62以上が状態が良いと。で、100年以上前に発行されているアンティークコインについては66ですね、以上となるとほとんど存在しないというものになりますので、残っているのも奇跡的と言われるものということになります。そしてコインが古くなればなるほど、この70のグレーディングがついていないものが増えてきます。そのような古いものは次に説明する状態表記が記載されています。2番目、状態表記ということで、こちらは数値化されていないので素人が見てもよくわからないため、劣悪なものを高額で売ろうとする人がおりますので、しっかり頭に入れておく必要があると思います。こちらは状態が悪い順に発表したいと思います。一番グレードとして低いものは G という書いてあるものですね。グッド、こちらは日本語で言うと大劣品と書きます。で、グレードの70で言うと4ぐらいのグレードになります。文字や年号も摩耗して、経験を積んだ人しか判別できないぐらいの品ということです。で、続いて VG、 ベリーグッドですね。日本語で言うと劣品、グレードで言うと8のグレードになります。で、文字や年号まで摩耗していますが、一見して判別が可能な品ということです。続いて F、 ファインですね。こちらは日本語で言うと並品で、グレードで言うと大体12となります。かなり摩耗してるが、年号などの特徴は明瞭に見える品というところです。続いて VF ですね、ベリーファイン。こちらは日本語で言うと備品になりますが、70段階のグレードで言うと大体20ぐらい。で、摩耗はかなりありますが、細部までシャープに判別できる品ということです。続いて XF、あと EF という書き方もありますけど、エクストリームリーファインというグレードになります。こちらはごく備品と日本語で書きます。ただ70段階でいくと40レベルになります。多少の摩耗はあるが、表面に製造時の輝きを残している品ということになります。たまにこれまで紹介した日本語の表記で極備品ですなどと説明に書いてあることがありますが、これはグレードで言うと大体40ぐらいだということを認識しておく必要があります。そしてこの辺りまでのグレードでは、後ろにディテールという
記載があるものがありまして、これはグレードの数字が つかない何らかの欠点があるコインという意味になるので、ディテールがついたものはマイナスの査定がなされます。その上のグレードとなると AU Almost Uncirculated、 こちらは50ぐらいのグレードになって準未使用品ということになります。でそのさらに上のグレードになると Uncirculated で UNC か、もしくはよく書いてあるのが MS Mint State ということで、こちらはグレードでいうと60からになります。未使用品というものになりまして、これよりグレードが高いものが MS 何々と MS がつくことになります。ミントステートっていうのは鋳造したてという意味で、60以上は未使用の中で出来が良いかどうかということになります。そして MS が流通貨幣として鋳造されたものに対してPF とかですね、PR と書いてあるもの、これはプルーフというものになりますが、これは贈答用のために特別に鋳造されたものになります。また流通貨幣でもプルーフのような輝きがあるものについては PL と書いてプルーフライクという付加価値がついて、 MS 〇〇グレードの PL とかですね、 PL 何々という表記がされることがあります。そしてこの数字の前に記載されている状態表記とは別に、さらに付加価値などが高いものというのについてはカメオとかですね、ウルトラカメオ、ディープカメオなどが併記されます。このウルトラカメオやディープカメオとなるコインというのは特別なコインということで、鋳造の型で一番最初にこう鋳造されたものになるということで、だいたい20枚で型が交換されるということなので、20分の1ぐらいの確率でしか出てこないとされています。またカメオというのは2番目から5番目に鋳造されるもので、こちらは5枚に1枚程度の確率ということで、まあ、ディープカメオ、ウルトラカメオというのは非常に特別なものになるということを認識していただけたらと思います。またアメリカのコインなどで多いものがファーストストライクとかですね、アーリーリリースなど、発売からだいたい1ヶ月以内に鑑定に出されたものをそういう呼び方で呼びまして、またプラスアルファでですね、造幣局の局長とかですね、そういった鋳造に関わる人のサインがスラブに、されているものなどもありまして、それぞれでこうプラスアルファで付加価値がついて高くなっていくというような仕組みになっています。続きまして、もっと分かりにくい古代コインですね、3番目古代コインの見方ということで、古代コインの場合はグレーディングの数字がついていないものがほとんどで、 F とか XF とか、あの状態表記の後ろに分数でストライクですね、ストライクというのが打刻の状態で5分の何とかですね、サーフィス表面の状態が5分の何などそれぞれ5点満点で表記されており、どちらも5点満点のものは特に状態がいいということで高価になるということです。でこちらも先ほどと同じ具合ですが、 NGC のホームページに書いてあったものを読みますと、まず PR というのがプルーフではなくてプアで、粗悪品で70グレードでいくと1っていうものがあります。で続きまして FA ですね、フェアで、こちらは劣悪品ということでグレードでいうと2ぐらいです。で続いて先ほども出てきたような About Good、 大劣品になるんですけど、 Good が、About Good が3ぐらいで、グッドですね、 G って書いてあるのが大劣品で4から6になります。続きまして VG っていうのがベリーグッド、こちらは劣品で8から10、 F がファインで並品で12、 VF がベリーファインで美品で20から25、 XF というのがエクストリームリーファインで極美品で、こちらが40グレードぐらいになります。で AU というのがアバートアンサーキュレーテッドで、準未使用品で50から53のグレードになります。 MS がミントステートということで、未使用品ということで60から62のグレードということになります。
で古代コインの場合は MS グレードの未使用というものがほぼ最高グレードということになります。紀元前などの2000年以上も前の金貨銀貨で未使用などというのは本当に奇跡的としか言いようがないということになると思いますが、またたまにですね、その上のグレードがありまして、 MS などの状態表記の前に CH と表記されているものがありますが、 CH はチョイスの略で、その中でも特に状態が良いものということになります。また MS の場合は CH ではなくてですね、 GEM っていうのがつく場合があります。 GEM ですね。これは宝石のように素晴らしいということで CH よりも上になります。ですので CHMS というのはチョイスミントステートということで63から64グレードで、 GEMMS になると65から70グレードということになります。そしてさらに MS などの状態表記の後ろにですね、星マークがつくことがあります。これは見た目にも優れた魅力と価値を持っているということで、通常のものよりも高い評価になります。これはまさに芸術品と言っていい良いものということになります。また星と同じようにですね、ファインスタイルなどと表記されているものもありまして、こちらもコインの摩耗とか打刻の表面の状態といったグレードとは別に、個体差のある古代コインの中で特に芸術性が高いと認められる美しいコインに付けられるものということになりますので、こういった星とかファインスタイルなどが付いているものについてはさらに高値で取引されるということになります。続いて4番目です。洗ったり磨いたらダメということで、コインの中にはグレーディングが不可能なコインも数多くあります。裸コインで売ってるものの中にはグレーディングができずに弾かれたものも少なくないのでご注意ください。コインに使用されている金や銀は比較的柔らかい素材なので、メガネ拭きなどで拭いてもグレードは下がります。ましてや研磨剤などでですね、歯ブラシで磨いてしまった暁にはもうディテール扱いということになり、グレードがつかないとかですね、最悪の場合はグレーディング不可能ということでスラブケースにも入れてくれないことになりますので、絶対に磨いてはいけません。その他に大きな傷、縁が削れてる炎症、あとは肌荒れや錆がひどいものはグレーディングできませんということで、ケースに入れられない場合が多いです。こうなってしまうと出口戦略に失敗してしまいますので、ご注意願います。そしてつまりスラブケースにこういった入っていないコインを買う際は、このようなことがないかを見極める能力、特殊な能力が必要になるということで、ネットの画像だけで判断するのはほぼ不可能と考えていいと思います。というわけで、スラブケース入りでディテールと書いておらずグレードの数字が載っているようなものは、これらのリスクがないものという保証がされているということになります。続いて5番目の具体例に参ります。こちらは1番目モダンコイン、2番目アンティークコイン、3番目古代コインということで、それぞれについて具体例お話ししたいと思います。まず1つ目ですが、モダンコインですね。こちらは1988年のグレートブリテンの金貨、100ポンドの金貨ということになります。ブリタニア金貨でプルーフPF ですね、プルーフ69のウルトラカメオということで、20枚に1枚ぐらいのウルトラカメオですが、グレードが70ではなく69という読み方になります。これは簡単ですね。続いて2番目ですね、アンティークコインということで、1847年ですね。こちらもグレートブリテンのクラウンゴチクタイプということで、ゴチククラウンと呼ばれる銀貨になります。こちらはプルーフ AU と書いてありますが、横にディテールズと書いてあって、下にポリッシュと書いてあります。このディテールズは先ほどお話しした、傷物ということで、数値が書いてありません。70グレードの数値がつかないということになります。で、理由がポリッシュドということで、もう磨いてしまったということになりますので、これは AU グレードがついてプルーフになってますが、
マイナス評価になっているという読み方になります。続いて3番目ですね。こちらはアッティカ・アテンスって書いてありますが、まあ、アテナの銀貨で紀元前440年から404年の銀貨になります。でテトラドラクマということで、まあ、非常に有名な銀貨になります。でこちらの右に CHAU 星と書いてありますので、先ほどの AU グレードですね、 AU グレードに、チョイスがついて、さらに星マークがついているということになりますので、まあ、AU グレードの中では非常に高いものとなります。でストライクが5分の5で、サーフェイスが5分の4ということで、まあ、状態はかなりいいものということになります。ですのでこちらは非常に評価が高い、ものになるかと思います。だいたい以上のところで見方は分かっていただけたかと思います。古代コインについてはモダンコインのような分かりやすいっていうことがあまりないので、価値を見余りやすいので十分に気をつけてください。ただしよく理解すれば強い武器になると思いますので、これを理解した上でどんなコインを選べばよいかということは、私の過去の動画でコインの選び方の動画を上げていますので、まあ、ぜひそちらをご覧ください。それでは今回の動画のまとめです。1番目、数字の見方と意味ということで、グレード62以上が状態が良く、100年以上の前のアンティークコインでは66以上というのは奇跡的であるという話をしました。2番目の状態表記というところでは、特にグレード50以下の数値化されてないグレードについての状態表記の見方のお話をしました。3番目の古代コインの見方ということで、古代コインは特に70段階のグレーディング表記がないので、70段階のグレードに当てはめたお話をしました。続いて4番目、洗ったり磨いたらダメということで、洗ったり磨くとディテールという扱いになりマイナス評価となるため、絶対に洗ったり磨いたりはしてはいけませんし、ディテール表記のあるものは売りにくくなるので出口戦略としても失敗してしまいますのでご注意ください。5番目具体例ということで、3種類のコインについて表記の見方をご説明しました。それでは最後までご視聴くださいましてありがとうございました。今後の励みとなりますので、いいねボタン、チャンネル登録をよろしくお願いします。今後も皆様に有益な情報を発信できればと思っておりますので、よろしくお願いします。それでは皆様一緒にレッツコイン。ご視聴ありがとうございました。